も消防も電話はつながらないし、手当てして噛まれた人は絶対に死んじゃうし、死んだら蘇っちゃうし、まるで変な人たちが大好きな映画みたい。みんな感心してる場合ですか。逃げましょう、静香先生。ちょっと待って、持ち出せるだけ持ち出さないと。名前なんだっけ。よくマリカは好意を守った。君の勇気は私が認めてやる。噛まれた者がどうなるか知っているな。親や友達にそんな姿を見せたいか。嫌ならばこれまでは少女を殺めたことはないが、私が解釈してやる。お願いします。ちょっと何を。好意といえど邪魔しないでもらいたい。男、クイーン室とは全く面倒なことを言ってくれる。だって車のキーはみんなあそこなんだもん。どうしてやっつけないの。ブス島さんなら簡単なのに。出くわすたびに頭を潰すのは足止めされているのと同じだ。取り囲まれてしまう。それに腕力は信じられないほど強い。捕まれたら逃げるのは難しい。服と命とどちらが大切だ。